2011年に公開されたラトニク・ラトニクはロシア連邦軍の将来不評システムであり、最新の学術的成果を応用して兵士の質を向上させることを目的とした総合プロジェクトである。1990年代後半から諸外国では装備品の防護能力と機能性を高め、戦術データリンクを駆使し不評の戦闘行動を支援することにより、 戦場で優位に立つための研究開発が行われてきた。後発ながら、ロシア連邦軍もその例外ではなく、ラトニクは2011年の航空省 MAX-2011 で公開され、2012年から陸軍第27独立新鋭自動車加速劇旅団でテストを開始し軍司令官より、肯定的な評価を得た。2015年初頭の発品納入後、ロシア国防省は、 毎年5万セットを購入し2020年までに7割超の部隊がラトニクを装備する予定であり、必要に応じて7万セットまでの増産が可能。2016年10月には実際に兵士が装備しているのが確認されている。2016年にモスクワ郊外で開かれた国際軍事技術フォーラムアルミア2016においてラトニクの 第3世代コンセプトモデルまで発表されており、ジアニー・タクマッシュの研究チームは装備品の軽量化や、敵味方識別装置の一体化、式系統システムの開発に今後も継続して取り組んでいくという。ラトニクは通信、データリンク装備のストレレッツシステム、ヘルメットや防弾直機といった全身のおよそ9割を保護する防護装備と、各種皮覆重火器、 その他個人装具など重軽等を59種類の装備で構成され、それらすべてがロシア製である。その他にも重ね着により低、く、摂取50度から摂取50度まで対応可能で着用したまま48時間は快適に過ごせるという体赤外線偽装を施した難燃性被服、破片の直撃に耐えるダストゴーグル、ニーパッドおよびエルボーパッド、50リットル、 または10リットルの排能、ガスマスク、応急処置キット、24時間分の食料、寝袋、携帯スコップ、蚊や、水ろ化フィルターなども、ラトニックに含まれ、装備の平均対応年数は5年。h t t p t a s c o m d e f e n c e 9 6 1 5 1 7 8 a b 兵士の次世代軍曹、ラトニック。 スプートニック、https コロンスラッシュスラッシュ jp.sputniknews.com スラッシュマルティメディアスラッシュ20150408168484スラッシュラトニックロシアンフューチャーソルジャーモーダンインファントリーコンバットギアシステム https://www.armyrecogn.com i t スラッシュロシアロシアンミリタリーフィールドエクイップメントラトニックフューチャーソルジャーインディビジュアルソルジャーコンバットギアシステムテクニカルデータシートスペシフィケーションズピクチャーズビデオ12205165 html ありがとうございます。